はい、山形県酒田市のバイカー鈴木モータースです。今日はですね、新潟県のお客様がですね、YouTube がご縁で当店からなんとですね、 V ストローム 250ABS ですよね、はい、ABS の新車をですねご注文いただいて、今日いよいよご納車ということになります。今日はですね、スタッフの河合さんから行ってもらおうと思います。今日は朝6時でですね出社をしていただいて、軽トラを洗車して今積み込み終わってこれから出発というところなので、で今回のお客様はですね、鈴木モータースで取り扱いをしている、このガレージがあるんですけども、映ってるのかな、はい、このガレージを一緒にですねご注文いただいて、当店では第1号ということですね、ガレージの販売をさせていただきました。でガレージ販売責任者であるですね河合さんに一緒に行っていただいて、ガレージのですね施工の様子もちょっと YouTube に撮っていただこうということで、これから出発していただきます。はい、ではいよいよ軽トラに積み込みが完了いたしまして、これからご納車というふうになります。新車の V ストローム 250ABS ABS ですね、ここにパルスセンサーがあります。 ABS で今回はですね、このマルチバーと V ストローム 250につくマルチバーとスマートフォンホルダー、そして ETC2.0、 ここにつきますね、アンテナとインジケーターは。で本体はシート下に格納されておりまして、もうもちろん V ストロームといったらフルパニアですね。このフルパニアもお付けして、あとエンジンガードもですねお付けをして、キジバのヘルメットロックもですね取り付けをさせていただいて、あとはグリップヒーターもですねもう超快適仕様でございます。 USB 電源はもう最初からここについているので、はいはい、こんな感じでございます。タンクパッドも貼らせていただいて、黄色で映えますね。でエンジンカードもこっちがこんな感じですね。ではこれから新潟県に出発をしていきます。ナンバープレートもあ、バイク屋、はい、スズキのキャリーでございます。道の駅朝日まほろばに到着しました。天気いいですね。天気がいいとこれから納車させていただく V ストロームも映えます。ここからお客様のところまでは約1時間かかりますが、これから納車させていただきます。豊坂サービスエリアまで到着しました。お客様のご自宅まではもう少しです。お日様も日差しが差してきて一段と天気良くなってきました。はい、お客様のご自宅到着いたしました。当店で取り扱っているバイクガレージ、デイタナのガレージですけども、第1号に設置していただいたということで、本日は設置の様子も撮らせていただいております。このようにブロックの上に土台の枠を組みまして、その上にガレージを建てる予定です。床付きタイプですので、これから水平を出していただいてますんで、この上に組み立てていきます。先ほど基礎の方ブロックの方を敷きましたが、今はもう4本柱と枠がつきまして、これから外壁とシャッターと屋根をつけていくところです。ここまですごい早いですね。また今施工業者さんが手際よく屋根のつけていただいて、それから外の化粧カバーですねつけていただいてます。デイトナさんのバイクガレージは横方に出っ張りがなく、フラットになっているので、狭い空間でも設置が可能です。バイクガレージはこのような転倒防止のプレートを土の中に埋めて、セメントで止めてテント防止を設置させていただきます。今回は施工と同時に取り付けられるオプション品として、最高壁右側のパネルと、あと今通気パネルをつけていただいてます。これですと夏場暑い日も熱がこもらず空気が循環しますんで、熱中症対策にもなると思います。外壁の方ももうほぼつけていただいて終わってまして、あとシャッターのみと、シャッターも床ですね、パネルのみとなってきております。
完成までいよいよです。ベイトナのバイクガレージ標準装備の棚を今つけていただいたところです。シャッターの取り付けをしていただいてます。このシャッターはなんと40キロもあるそうです。これを一人で少しずつ上げていく、すごいですね。今シャッターをつけまして、閉じて中の方でサインをしていただいてます。皆さんご覧ください。デイトナのバイクガレージがデイトナのバイクガレージがついに完成しました。と朝9時ぐらいから施工業者さんがお見えになってしっかり施工していただきました。なんと今の時間は、私の時計で11時59分約3時間でこういった2台分のガレージが立ってしまうという、すごい組み立てやすいガレージです。お手頃サイズですし、これからこちらのVストローム250を入れるわけですけども、ワクワクしますね。今日は本当に納車どうもおめでとうございます。ありがとうございます。これから今オーナーさんがバイクをガレージに入れるということでやっていただきます。バイクデイトナのバイクガレージ完成です。はい、ということですね、現在何時だ今、4時なんですけども、先ほどですね、無事スタッフの河合さんが酒田に4時頃ですね到着しまして戻ってきました。本当にですね、今日はお客様新潟県からですねわざわざ当店にご注文いただきましてありがとうございました。はい、で新潟県はですね山形県の隣ですので、また今後もですね継続的にツーリングがてら寄っていただいたりとかですね、点検とか整備等々でまたお世話になれればなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで今回はですね V ストローム 250ABS モデルの、新車 ABS モデル、後でから ABS モデルってこう追加になって出たんですけども、当店ですね第1号と ABS モデル第1号ということでですね、ご納車を今回させていただいて、あとはですねバイクガレージの方も以前動画でちょっと紹介はしていたんですけども、実際にですねお客様にガレージをご契約いただくっていうのはご商談はですね、何件かあったんですが、実際にご商談をさせていただいてご契約まで至ったのがですね今回のお客様が初めてでございました。でスタッフの河合さんがですねガレージ販売の責任者を当店でしておりますので、ぜひ責任者ということでまず最初だし施工をですねお客様と一緒にぜひ見たいということで、今回新潟県にですねお客様のご納車も兼ねて実際に行っていただきました。こういうふうにですね地元のお客様はもちろん、少し離れたお客様のお家にもですね当店の方でご依頼を受けれれば、全部ですね業者さんを各地方で手配を、デイトナのバイクガレージの方が全部手配してくれますので、何なりとお申し付けいただければなと思っております。いやー、なんかすごくないですか。っていうのもあれですよ、バイク屋がバイクを売ると、で一緒にカスタムをするかのごとくバイクガレージも一緒に販売をするというようなですね、今シーズンからやってみたわけなんですけども、すごくいいなと思って、というのもですねうちはこうお客様にただ単にバイクを販売する、バイクを売る、売りっぱなし売って終わりではなくてですね、お客様のバイクライフを提供しようということですね、みんなアフターサービスだとかその後の点検車検はがきの案内とかお誕生日も全員のお客様にお出しさせて、何件か以前にお誕生日をお聞きするのを忘れてしまってですね遅れてないお客様もいらっしゃるんですが、誕生日だとかあとはいろんなうちでツーリング企画とかですね飲み会イベントとかもいろいろ来ていただいて、バイクをただ単に売って終わりではなくてその後もバイクを一緒に楽しめるというようなですねコンセプトでみんなで頑張っておりまして、なのでその
取り組みにですね、あのバイクガレージっていうものがうまくこうリンクしていた、あのしてくれて、バイクを買うときに一緒にガレージもご契約いただいてっていうような、ことができるようになったのが、すごいこういろんなご縁があってこういうふうにガレージを販売が始められた、られたので、すごい良かったなっていうふうに思っております。あの不思議な感覚なんですけども、例えば、まあ、現金でバイクを買う方は別として、クレジットでローンを組むとか、月々15,000円ずつ払っていくとか、あとは銀行さんでマイカーローンでバイクを契約、マイカーローンってバイクも組めるんですよ、銀行さんのマイカーローンって。でマイカーローンで購入をするっていうお客様にも、バイクの車両の伝票、もちろんこれは新車でも中古でも同じなんですけども、バイクをご契約いただく上でのお見積書の中にですね、項目としてバイクガレージって追加をして、例えば60万円のバイクでしたと、で60万円のガレージでした、で総額が120万円になりましたっていう伝票を銀行さんに持っていったり、うちの方でクレジット組んでいただけると、それも一緒にですね、月々15,000円とかで、あのローンも組めますので、ぜひあのバイクを買うはいいけど、ちょっと置き場所は不安だなっていう方とかいらっしゃいましたら、そのバイクと一緒にガレージもですね、あのあれですよ、もうカスタムでマフラーを追加するかのごとく、バイクガレージもポンと追加できるので、あの一緒に入れていただいて、あの素敵なバイクライフを送っていただければなというふうに思っております。ということですね、バイクガレージ、僕も今この動画をですね、河合さんが撮ってきていただいて、動画を撮影してきていただいて、一緒になんかこうその場に入れた気分になってですね、なんかこう大体分かってきたな、ガレージの施工について分かってきたなっていうところもあるんですけども、あのぜひですね、バイクガレージについて分かんないこととか、実際にお気軽に問い合わせいただければ、ガレージ販売責任者のですね、河合さんと、あとまこちゃんも販売員なので、対応してもらいますので、ぜひですねお問い合わせの方いただければなと思っております。なんかこう今日はちょっとびっくりした感じですね。バイクを売って一緒にガレージも販売するっていうですね、これは新しいなと思ってと、取り組みを始めてみました。で今回はですね、 V-SOM250ABS とバイクガレージのこの車のですね、動画でした。ありがとうございました。